それでは本日の第5試合にスーパーフェザー級8ラウンド両選手入場です。まずは青浜より柳達也選手入場です。
アドコナー桜潤横浜プラネット1994年7月まで球児中心デビュー2010年で卒業中心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 青コーナーヤンディモキア万力人1986年11月まで卒業中心デビュー2010年2月戦時中心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 All right.
ラウンド5。
越し。
右半身トリプルジャッジ浅尾和信77対75、ジャッジ府中寺77対74、以上3タイトルの内容の選手を通して勝者赤コーナー桜井。